はい、ワードです。10ラウンドくらいやるか。インに3定期ステゴロ3ロードワーク応援お願いします。いや、ロードワークじゃないんだよ今日は。10ラウンドでいい、シャドウ、今日の練習。10ラウンド、ナンバーラウンド、2分、ボクシングベル、グリーン、インターバル、タイムは、出たのよ。これが60かな。これで合ってるかな。もう関さんいらっしゃい。今日ひたすらワンツーだな。
さん、Y、こんばんは、オープンお疲れ様です。星を、もう同じ。サークリングって何？おはよう、わざつ。まつにアットビッグさん、単純に回るってことです。了解です。左回りでいいんだよね。はい、
バエさん不審者。プロ、元プロ。ゴミカスのプロでしたわら。関長がと神々の強制裁量さん、サンドバッグが欲しいですね。サンドバッグっていうかジム通いたいね。バツにあっとビッグさんはドさん、ヤドラキーさん、こんばんは。はい、ドツです。どうした、どうしたらいいか。バツにアットビッグさんってインコ挟むイメージで右打って、インコ挟むイメージ、普段打ってる右は回転、足見えるかな、こんな感じでやってるけど、見える、うん、これでやってるけど、ダメ、もう膝をぶつける感じで切ってるけど、バツにアットビッグさん、ダメではないよ、ダメではない、
末にアットビッグ賛美に戻すとき手が落ちてる。こっち、こっち右が落ちてるってこと、ガードが下がってるってことね。末にアットビッグ賛美栄光に戻して、はい、わざつ山さんいらっしゃい。右を戻すときに下がってると。 OK、 ヤドラキーさん系 B を5個プレゼントしました。ありがとう。末にアットビッグさん、それ意識するだけで変わる。ここね。OK。この辺でいいよね、ガード。これくらいで。ここでいくわ。当たり弱いからガード開けてこない。松にアットビッグさん脇を締める。 OK。 ペットボトル挟む。しっかりできてるのかが課題かと。体調悪い。バツにアットビッグさん、やっぱジム行きたいですが、ヤモーさんフックの時横向かい、手前に行った方がいい。うん、横向いてる？横向いてないよ、うん、向いてないよ。
サンラウド。ミッドやりたい。ミッドとサンドバッグ、スパバツにあっとビッグさん入会高いからな。高いんだよね。フック打ったら左も出す。左フックの後にワンツースリーフォーってこと。ストレート？バツにアットビッグさん。フック了解。じゃあやってみよう。ダブダブアンツフォン。バツにアットビッグさん位置が違うかだ。位置が違う。バツにアットビッグさん肝臓。ここじゃないの。ここの。ここじゃないの。違うの。
スにアットビッグサンリア全面。全面なの？俺後ろこの脇腹側面からちょい後ろ気味ぐらい叩けって教わったけど、全面なの？ワンツー、こうじゃんだ。こっちに行って横からぶち込めって教わったけど、ワンツー、こういうことか。ワンツー、ワンツー、バツにアットビッグサンリアグローブで肝臓と胃を叩く。グローブ、肝臓と胃、両方。ああ、分かった、そういうことか。ワンツーフォーフォから16だね。そうなんだよね、グローブでかい分ボディ効くんだよね、重さが乗っかるから響くんだよね。ありがとう。オーバーハンドは教わったやつ、なんだろう、ポストモーションでいくと、まあ、ステファンシュってこうみたいな、この右に行ってこう、こうだみたいな。ボディ花火あざます。うん。オーバーハンド。まああんまボクサー使わないけどね、こんなでかいの。こう来るやつね。振りかぶってね。ちょっと待って、今のラウンド。もう一回やる。もう一ラウンドやる。お疲れ。疲れた。今日はこれくらいにしときますか。軽めで。お疲れっす。明日までに Wi-Fi 契約しておくわ。更新料払っておく。軽く流す程度で。ボディボディ、まあでもボディ効くだろうな。みやびくん腹ブヨブヨだから、酒っぱらだから効くだろうね。お疲れ様です。
腹減ったな。何食おう。家庭料理食いてえな。タン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 ぐらいだな。タン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 の。3発か4発のうち1発か。理想は最後のパンチなんだよね確か。ドルさんがずっとそう言ってたな。2発は捨てパンチで最後の1発あのインパクト入れろって。その捨てやれって。疲れた。熱い。必ず上下な内訳はすること。 OK、うん、分かった。下と上の内訳。でもねちょっと懸念してるのが、みやびくんがねオープニング多分用意どんで突っかかってくると思うんだよね。絶対そうだと思わない？用意どんでやけくそでバーって突っ込んでくると思うんだよね。その時の対処も考えないとなと思って、いなすのか用意どんするのか。絶対絶対突っ込んでくるから。松にアットビッグさんだからこそサークリング。なるほどなるほど、闘牛士だ。なるほど。いやアウトボックス考えてなかったかな。なるほどなるほど。いなしちゃうのか。なるほど。それねドレさんも同じこと言ってた。絶対突っ込んでくるからいなしちゃえって。スタミナないからバテるよって。なるほどね。サークリングか。要はジャブで回転しちゃえばいいのか。パッパパッパ払っていけばいいのか。突っ込んでくきてでスタミナなくなったところにボディの内訳と。いいじゃん。綺麗なボクシングだ理想的な綺麗なボクシングだね。ちょっとポカリ入れてくるわ。だからボクシングって意外と野蛮なスポーツに見えてめちゃくちゃ知的なスポーツだよね。そこがすげえかっこいいんだよな。ボクサーはバカじゃできない。超戦略的だし。松にアットビッグさん試合は3ガールですか？その通りです。2分2ラウンド短期決戦だから足使ってるだけじゃダメで、もう結構勝負どころは早めに作らないといけない展開なんだよね。2分2ラウンド。だから爽快スタミナは、まあ、5キロ走ってりゃ持つんじゃねーみたいな。だから、まあラッシュ3回できる。1ラウンドにラッシュ3回できれば、まあ最低がそこ。松にアットビッグさんへ、アマと一緒の分数なのか。最初が3分3ラウンドだったんだけど、みんなバテてクレームが来てこんなのプロじゃねえんだから無理に決まってんだろっつって3分3ラウンドで、で2分2ラウンドになった。試合数が増えたんだよね。そう、アマチュアって2分なの？3分じゃないんだ。3分だと思ってた。アマも
か、そうだったんだ。パンパン。みやびくん突っ込んでくるんだろうな。やだね。なんか、やりづらいよね。サークリングやっておくわ。まめに、シャドウに入れておく。パリーはね、めちゃめちゃ一番最初に教わったのがパリーで、うまいなって言われた。ブロッキングとパリー、パリー教わってるよ。パリ全然できるよ、うん、大丈夫。パリできるよ、うん、多分でもなんかオーバーハンドで来ると思うんだよね。だからブロッキングかなと思ってて、うん、多分ね、こうやって突っ込んでくる、あの活軍曹の時もドレさんの時もこうやってオーバーハンドでぶん回してきたから、うん、ポンっていいんじゃん。バツにアットミックさんシャドウでもパリすると良いですよ。了解です、やっておきます。癖にしないとダメなんだね。プロのシャドウとかもダンスの息だもんね。綺麗だよね。プロはダンスみたい、もう踊ってるみたいだもん。みやびさんよくオーバーハンドするね。そうだからね、多分ね、突っ込んできてオーバーハンドでなんかずっこけるみたいな。だから左で避けちゃえばいいんだろうね。バツにアットビッグさん左出す瞬間に右パーリング、うん、左だ、左は右パリなの。あ、そっか、右パリか。え、左出す瞬間に右でパリーするってこと？あ、ジャブとジャブが重なった時にかぶせるってこと？こんなレベル高いことやんの？やば、プロやば。え、なに、打ちながらパリーしてるってこと？プロって。え、マジで？ジャブの差し合いで、要は、用意ドンでパリーして打つってこと？やば、今震えたわ。だから同時に、マジで怖っ。だからもう、要は正面からもう左でぶち当たり合うんだ。ファンって。すっげえ。要はもうジャブでそのレベルなんだ。差し合いなんだ。要は相手のを払いながら突っ込んでいくんだ。えぐいな。えぐ。それはさすがに、まあでも練習しておきます。ちょっとタイミング合うかどうかわかんない。あ、ドレさんやってたわ。ジャブ打つときドレさんなんかね、動いてた。なるほど。だからもう左を制すわなんだ。右を制すなんだ。すっげえな。タイミングがわかんないもん。うん、ドレさんよくやってた。今言われて気がついた。なんかタイミングずれんな。これ鳴らさないダメだね。左だけで勝つか、うん、左だけで制するか。すげえなー。いや、奥が深いよね。楽しい。奥深い。もしかして2もそれやってんの？右ストレートも左でやってないよね、まさか。まさかだけど。引くんだけど。もしかして全パンチやってんのか、それ。引くわ。
バツにアットビッグさん状況によりけりで。おお、読み合いが半端じゃないな。それは当たらないわ、素人のパンチ。当たるわけがないよね、そのレベルで。やば。じゃあちょっとシャワー浴びてきます。アドバイスありがとう、バツさん。花火くれた人もありがとうね。お疲れ様。